今回僕がこのこちらのフライパンを使ってテニス IQ で勝ちたいと思います。はい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 、スピードとか関係ないってところで見せつけてやりますよ皆さんは。これでちょっとバトルしていこうかなと思います。いいんですか、逆じゃなくて。いやいや、なめんな。どうも、エタローチャンネルのアイタローでございます。そしてお願いします。今回ソフトテニスのユーチューバーさんとかね、選手ではないんですけど、はい、TikTok で、はい、なんと今何万人ですか？50万人ちょっと。50万人ちょっといるクリエイターさんが来てもらったということで、はい、なんとねスポーツ万能なんですよ。はい、ぜひ TikTok 多分一度は、ね、絶対見たことあるよって、あ、ゆうさくさんだって なるかもしれないんですけど、いろんなねスポーツをね。そうです。で今回あいたろうとソフトテニス勝負したいって言うんで、はい、今回僕がこちらのフライパンを買って、ゆうさくさん、はい、ソフトテニスのラケットで、これでちょっとバトルしていこうかなと思います。いいんですか、逆じゃなくて。いやいや、なめんな。なめんな。でもね、この間前回もね、TikTok の方とかすごい、100何万えぐいっすよ、TikTok200 万ぐらい回ってますから。200万再生コラボしたのがいって、いやすごいっす。しかもめっちゃうまかったっていう。なんでまあこれでちょうどいいでしょということで、まあ、これでも勝てたらすごいですよ。いやすごいですよ。結構重いですからね。結構重い、はい、僕もちょっと未知の体験なんで。初っすか？いや、やったことは遊びでありますけど、はい、試合とかはないですよ。あー、ゲームにならなかったら申し訳ないっていうのはあるんですけど、これちょっとじゃあやってみたい。何ポイントとかにしますか？ってとこ、あ、もう任せますよ全部。僕何でも勝てるんで。じゃあ10ポイントマッチでいきましょうか。オッケー、10ポイントマッチ。よっしゃ。短ければ短いほどなんか負けそう。確かにワンチャンがありますので、ワンチャンが。いや僕はねこの長年培ってきたこの技術とテニス脳を使って、うんうん、IQ でテニス IQ で勝ちたいと思います。はい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 、スピードとか関係ないってところで見せつけてやりますよ皆さんは。まあそのテニス IQ VS 運動神経みたいな。運動神経、はいはいはい、そう運動神経だけなんで。合ってる合ってる合ってるか。合ってるっす。じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー、エリタロチャンネル。本当はこうサーブって枠内に入れるとかなんですけど、今回ラリーからシングルスコートでやっていきたいと思います。10ポイントマッチ、プレイボール。やばー、よし、力入った今。これはあるぞ、こっちで返すっていう。さすがっすわ、ちょっとバレてきてる、前に詰めてきてるわ。ちょっと僕も前に詰めたいと思います。
いやー、押されたうまい。いや、普通にうまいんだよな。ちょっと本当はバックとかもさ攻めたいんだけど、コントロールが難しい。あっちから怖い。サイドアウトしそうで、右側の。いやあ。うわ、あれむずい。テニスはね、この緊張した時の一球が難しいんです、皆さん。はい。負けた。エリカのチャンネル。あらした。いやあ、あらした。ギリギリ。正直、ぶっちゃけもうちょっと余裕だと思ってました。え、本当っすか。で、僕は思ったんですけど、普通にめっちゃうまいじゃないですか。え、もこんな打てると思わなかった。ですよ、本当に本当に本当に。じゃあお互い舐めてたな。いや、本当に本当に。ちょっと、10対3とかになると申し訳ないなと思って。めっちゃうまかった。ただね、これこっちのバック狙いたくて。はいはいはい。難しかったです、このコース狙うのが。ああ、あっちにアウトしそうで、はい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 、怖いから。で、最初の1球目だけバック狙ってたら、なんかこの両手打ちのバックっていうか、はい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 、公式のバックでうまく返されて嫌だったもう背に腹は変えられんかったんで。いやー、もう楽しかったです、はい、いやー、ほんとっすね。皆さん、ゆうさくスポーツさんもね、 YouTube、TikTok もやってますんで、はいはい、YouTube の横画面上げ、最近ちょっと頑張ってます、はい、なんで概要欄貼っておきますので、はい、ぜひ皆さんチャンネル登録とフォローの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。くっそ、マジ悔しい。じゃあ、うわー、悔しい。これは指導、企画、バラエティ、ソフトテニスの全てを詰め込んだ YouTuber、あゆ太郎。その一球に込められた熱き思いは人々をテニスコートへ駆り立てた。